それでは出発しましょう。じゃじゃーん、こんばんは。みんな、24時間も会えてなかったから私のことが恋しくなったかな。会いたかったある。一日頑張った末に地上最強獅子舞大王のガオ様はちゃんと約束を果たし、新入りの仲間たちを全員連れてきたある。撮影はいよいよ本番に入り、今は大事な予行演習の時間ある。さあまずはみんなを激励するある。拍手。正式に結成され、ディスカーを超える旅がいよいよ始まるある。これからはもっと大事なことを考える必要があるある。つまり頂点に立つために必要なものは、他の追随を許さない方法は、そのために用意しなくてはならないものは。何しろ全ての夢を叶えられるウォーク・オブ・スターズと言われるディスカー。いくらこのガオ様が参加することが知られようとも、青二歳どもが運試しで挑んでくるある。だから私も真剣に考えてある。ガオ様は今まで3本の名作を作り出し、いろんなタイプの作品に挑戦し、まさに映画芸術の頂点に到達したある。だからこそ自分が足りないところに気づいてある。最も重要なのは、ふむ、つまり人の目をキラキラさせ、心をドキドキさせ、全身をブルブルさせるような一瞬で全員の観客の目を奪うこと。それなら私のお箱だよ。超大物のネタに超有名なゲストのアンサンブル、これこそデスラブラジオ人気の秘訣だからね。ディスカーだってそれは同じでしょ。でも撮影チームの有名人はラファーちゃんしかいないから、やっぱちょっと厳しいかな。ラファーちゃんの魅力を表現するにはもっとスターが集まらないとね。あの夢を見ることしか脳がないやつは置いといて、目を奪うという言い方は主観的すぎる。科学的なデータで言うなら興行収入が一番大事じゃない。ディスカーにとっても必要不可欠だよね。映画のリリースは誰に任せるの？宣伝に関する策略は？費用はどうするの？それにディスカーを受賞したければ審査委員会の先生たちに認めてもらわないといけません。でも知らない人の作品に対しては彼らは見ようともしないらしいんです。つまり私たちにも多少の骨が必要なんじゃないですか。ふむ、スタッフちゃんはどう思わる？
リアリティ、リアリティ。あ、足りないものが分かった。ある。ファンタジックある。映画作りに求められているのは想像力、普通じゃないもの、普段思いつかなくてめったに見れないかっこいいものある。でも現実にないものをどうやって撮るんですか？ CG でしょ。確かに興行収入といい、大賞候補といい、 CG 映画は毎年注目の的だよね。言っとくけど、 CG の制作費用は秒単位で計算されるものだけど、そんな余裕はどこにあるの？ファンから資金を集めるつもり？それともゴンザレス家のアホなボンボンを当たってみる？私も流民要塞のアングラ映画館に潜り込んでたくさん見ていた。ある。ドラランクエストとか、スダラウォーズとか、機関車ホームズとか。うわ、確かに現実離れしたものばかりだね。奇妙な幻想もファンタジックとは言えるんですか？違うに決まってる。ある。寝ずに我慢して最後まで見たけど、やっぱりつまらなかった。ある。もしディスカーがこんなレベルなら、ガオ様に救われるまで観客の前に出さない方がいい。ある。夢のようなロマンチックで見たことのない期待の膨らむ。ダメだな。どれもしっくりこないし、なんか足りないような感じがする。ある。ふむ、わかったね。やっぱり名作3連発の後は休憩も必要。ある。でも大丈夫。ガオ様が約束したように、ミノバン撮影チームは必ず最高の映画を作る。ある。勇気に楽しさ、成長にファンタジックという要素も全部ちゃんと入れる。ある。一晩寝ればきっとアイディアが浮かぶ。ある。みんなを長く待たせないからな。まさか遠足に行く子供じゃない。ある。では視聴者のみんなもおやすみ。何か特別なアイディアを思いついたらガオ様に送ってもいい。あるよ。本当にコンビクトばかりですね。フェイからもらったハイテク端末ってすごいんですね。 Vlog を撮影しながらリアルタイムで状況を観測できるなんて。でもなんか罪悪感が。やっぱり局長はこの世で最も優しくてかっこいいお方ですね。あなたさえいればガオはきっと大丈夫ですよ。この4時間の間、 ST は新しい分身を作り出し、曖昧であった能力がより具体的で明確に表現されるようになりました。
詳しい分析は必要ですが、あれは人間の精神活動を現実に投影する類の具現化能力だと予想されます。大多数の分身はニューシティで人が密集するエリアに現れています。その能力は大きな混乱と破壊をもたらすため、 FAC は一刻も早く対処する必要があります。予想外のことですが、現時点ではステラちゃんが唯一安全かつ安定して観察可能な対象です。本体に影響されて何らかの変化が起きるかどうかは分かりませんが。光るものあるか？こんなの普通のペットには無理だよね。どうやったの？すごいな。さすが私のマスコット。私の宝物ある。わかったある。お前もここで生まれた動物じゃないよな。家族とはぐれた異性生物ある。ひらめいた。撮りたい映画を思いついたある。やっと手に入れたね。私にとってお前こそがファンタジックだな。早速脚本を用意するある。キュッ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 。ステラちゃん、助けを求めていたんじゃ。